すぐそこまでののちんこ来ちゃってんでしょ。見ないで。手術したらさ、動画しばらく撮れないかもしれない。お前の一人動画だよ。テレ遊びなんだ。テレでできるもん。せーの、テイクインコマニャンです。そこです。よろしくお願いしまーす。はい、ということで、私たち、チェックイン。もう1000人行った？まだ行ってなかったね。1年やっても1000人行かなかった。あと53人なのね。こんな感じで、はい、私たちチェックイン2月7日で1年を迎えました。イエーイ。ありがとうございます。どうもいもーって。正直、ここまで来ると思ってなかったし。しんどね。お前おっぱいちっちゃくなったね。なったないよ。一回？うん。大きいな。ってことだ。ということで、私たちここまでやってくれて本当にすごく嬉しいなと思っていますし、もっともっと上を目指して頑張っていきたいなと思っております。はい。ね、こうやって応援してくださってるファンの皆さんがいるということがやっぱ何よりも励みだし、私たちももっともっと大きいなんて言われるぐらい頑張っていきたいと思うので、2年目も頑張っていきたいなと思います。事件人前で出たさらすの怖かったんだけど、最初怖かったけど何より怖いのは慣れだなと思って、もう慣れて何どこでもとか言っちゃえる自分が怖くて、でもそれでも応援してくれてる人がいるから、やめよ、2年目はっていうの、まあ、禁止で、ね、ちょっと無理かも。やる気ないなら帰って。よくないと思うの、やっぱね、こういう下品チャンネルをさ、イベントとかに呼びたいと思わないじゃない。やっぱりグリーンチャンネルで行かないといけないと思うのね。そうだよね。で、炎上しかねないから、今って何があるかわかんないじゃないですか、あれもダメ、ね、これもダメ、うん、にしても良くないと思うのね。そんな話にしたかったんじゃないよ。そうだよ。から今からチェックインを知る人とかもいると思うし、はい、つい最近知った方とかもいると思うのね。だから私たちがこの1年間上げてきた動画の中でおすすめの動画ベスト3発表していきたいと思います。イエーイ。おのおのおすすめのものがあると思うのね。それでは早速いきましょうかね。はーい、レディゴー。チェックイン。私から言っていい？うん、じゃあ3位発表して。第3位ね。うん。じゃあ行きます。全然伸びてないけど意外と好きな動画、発表します。じゃん。ストレス社会に適応する能力。あー、それね、うん、確かに。これめっちゃ私も好きなのに。これ結構好きなの。ね、全然伸びてないよね。そう。なんで？今447回なんですけど、うん。みんなストレスないのかな？またまた。検索に引っかかんなかったのかな？うん、私のせいなんだ。全部お前のせいだよ。これ編集も面白いから結構ね。そうなんだよね。そう。編集はこの子がやってるの、カット以外のね。そう。で、私は、まあ、カットと、その他 SNS 運用、はい、サムネ作り、うん、タイトル付け、編集以外全て私なんですけど、はい、ストレス溜まったからまた行こうって話なのね。おすすめシーン流してくれ。じゃあ、うん、オッケーオッケー。お母さんの旅行でくれたやつ覚えてるよ、熱海の。私はね、ずっとこれを大切にしてきた。14年間ずっと全部これさえあれば生きてこれるって。でもそれも全部終わり。私はもうこの生活から抜け出したいの。姉ちゃん、さよなら。待って待って、お姉ちゃん。お願いします。はい、じゃあ私の3位ね。3位、シャー、歌ってみた。カラオケ来たのに寸劇止まりません。あー、はいはいはい、これも全然伸びてない動画だよね。ね、結構好きなんだけどね。結構面白いよね。うん、私結構好きだよ。うん、私やっぱ寸劇系自分の中で割と好きなので。わかる。あるなー、好き好きなの。待ってる動画なの。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ私の第2位言っていい？うん。第2位発表いたします。女子高生の修学旅行 in 原宿。お前は私が女装してるのが好きなんでしょ。そんなことないよ。そんなことあるよ。お前、私がおかしい格好してるのが気持ちいいんでしょ見てて、うん、これ撮影してる時以外の思い出もいっぱいあるわけ。この動画、このみんなに見えてない部分。え、私はないけど。え、だからお前がおかしい様子だったのが面白いってだけだよ。カメラ回ってなくても一生懸命あの格好で一人でクレープとか選んでる写真を持ってるから載せてくのね。こいつ客観的に見てもおかしいんだ。不審者だったんだ。不審者だったの。おかしい方をね、みんな怖がって逆に見てこないみたいな。明らかに変な人ってさ、あんま見れないじゃん。この目合わせたらそうやられるな、うんうん、それ系だったのね。じゃあ私ね、うん、第2位っていい？いいよ。第2位、
6年4組、給食カフェで小学生気分を味わってたら菅田将暉登場した。かっこガチ。ガチだったよね、あれ。ガチ将暉だったもんね。これ結構好きなのね。あ、どんなところが。全体的な流れと、あとやっぱ私が100点取った栄誉が乗っているところ、私がやっぱ頭いいところをみんなに見せつけられたっていうのが、一番すごく気持ちいいってなってるところなんね。あとお前がキレ症だってことも、性格が悪いってこともこの動画で判明したから、本当の一面が全部映ってるなって。今まで隠してたこと全部、お互いね。うん。なんかございますか？うん、まさにその通りだなって思ってたから、私はおすすめしなかったね。私の嫌な部分が見えちゃってると思うの、プライドだっけとか思った人もいると思うし、こいつの話の聞かなさが垣間見える瞬間もいっぱいあったと思うの。途中でまさきの歌やめさせたり。でもあれ私がやめさせなかった、ずーっと続いてたよね。私はどこまで続くか見たかったの。全路は続くよってことね。じゃあしょうがないんだ、うん、でも無理なのね、それは。1位さ、一致してるかな、もしかして。結構難しいよね。決まんない？決まんない。あ、じゃあ、発表していい？うん。ちょっと足痺れちゃった、ごめんね。あ、クイック。あー、ダメ。お願いしていい？あ、ちょっと男から LINE 来た。あ、来てなかった、ごめんね。悩んだ結果、ラブホゲイと貧乳が斎藤さんで男を誘惑してみたら、大変なことになっちゃった。そうだよね。再生数では一番じゃないんだけど、うん、初めて高評価数100超えたやつだよね、多分これ。TikTok でもプチバズった。プチじゃない、結構バズった。30万再生ぐらいいったもん。ガチ？うん。消されたんだけど、ね。消されたんだけどね。激すぎて。さすがにね。そう。前見しては良くなかったみたいなの。ヘロイの好きやとか。シャウエッセンいたって。それをもう1位なんだけど、私たちの中でこれを確立させたいという意味も込めていきます。はい、ある第1位。トロロロじゃん、バトル、おつぼね VS 新人 OL の新年会。バックじゃないんだ。バックじゃない。新年の方ね。うん。はいはいはい。新年の方が面白かった。うん。水口さんというキャラ、やっぱ私たちなので、すごい確立させていきたいなっていうのは、あると思うの。二人ともできるキャラクターなの。なんかこういうキャラ系、やっぱ私結構好きなのね。定期的に見てるのね。めっちゃ見てる。自分ね。私が一番定期的に自分、あ、じゃあ。1位はそれだけど、繰り返し自分で見ちゃう動画、日プ韓国アイドルの奇跡ドキュメンタリー、これです。面白すぎるの、こいつが。撮るまでに配置とか微妙じゃねとか、うん、でアイドルになってどうなのって話じゃんみたいな感じで、結構否定的だったんですよ、彼女は。私は絶対にやりたいと思ったんだけどね。全然乗り気じゃないじゃん、うん、まあまあまあって感じでやったら、うん、彼女はチェンチェンになりきってくれたの。家族見たってメイドと令嬢の日常を覗いてみる、これ結構見てる。面白いよね、正直。その後の政治家、お悩み相談向いてないみたいも結構好き。これは普通にうちらのポテンシャルが生かされてる企画だなと思う。だから悪口言った方がいいんだ。悪口褒めるも結構好きだけど。でもこれ伸びてないよね、全然。いや、褒めてるのは良くないんだ。うん、悪口言ってた方がいいんだ。そう、悪口言ってる方がいいの。みんなが褒める人の悪口言ってみたとか、橋本環奈の悪口言ってみたとか。あ、頑張って。あ、でもさ、それって良くないと思うんだ。全然良くない。悪い人を褒めるから成り立ってるのね。いい人を蹴らすのはダメなの。全然ダメなの。全然ダメなんだね。誰も気持ちくならないの。独りよがりなのね。今これこそマッチョってこと。